こんにちは、お得発見梅ちゃんです。今も活気のある築地、ぜひ行ってほしいです。銀座もすぐ、観光の拠点にお得で安心のビジネスホテルはいかがでしょうか。コンパクトに行くわよ。有楽町線新富町駅または日比谷線築地駅が最寄り。さて今回のプランは、銀座キャピタルホテル萌木、6500円相当の夕食付き1泊2食プランです。4番出口案内表示一番上、階段上る銀座キャピタルホテル茜と1つ飛ばして右、本日宿泊の銀座キャピタルホテル萌木です。キャピタルホテル萌木は2019年開業。フロントは2階です。エレベーター2機で時に待ち時間あり。レストランメニュー高くなくて良さそう。フロントです。朝食の案内、マスク着用のお願いなど、記名等はタッチペンで。フロア案内、エレベーターはカードキーをかざすなど説明書き。歯ブラシ以外のアメニティはフロントでもらう式。綿棒、ヘアキャップ、ボディスポンジ、カミソリ、ヘアブラシはフロント左側。水、お湯、ウォーターサーバーもあり。お部屋、エレベーターで宿泊階へ。カードキータッチでオープン。入ってすぐカードキーを入れて電源オン。右側に鏡、下にブラシ、シューシャイン、靴べら、スリッパ、洋服掛けがあり、消臭スプレーと木製ハンガー4、スタンダードツイン 17.7 平方メートル、コンパクト、狭いけどとても綺麗な印象。ベッドサイズ 97cm×203cm、 ワンピース型ナイトウェア、100V コンセントに USB コンセントに照明スイッチ、コントロールダイヤル、目覚まし時計、テレビ、リモコン、非常灯、テレビ、加湿空気清浄機、窓の前にキャビネット、電話、メモ、ティッシュ、アンケート用紙、ソファーベンチ、カフェテーブル、コンパクト、引き出しにコーヒーカップ、グラス、煎茶ティーバッグ、コーヒー、紅茶はなし、小さい天気式横開きセーフティーボックス、小さい冷蔵庫は当然冷凍コーナーなし、中身なし。ビューは前が道路なので多少の抜け感はあり。右は八丁堀方面、道路とビル、左は築地方面、道路とビル。バスルームです。コンパクト、水回り一体、ユニットバス、バスタオル、フェイスタオル、ドライヤー、パナソニック、ユニティ、歯ブラシ、プラスチックコップ、ポンプ式フェイス&ハンドソープ、ちっちゃい歯磨き粉、再生可能素材、シングルレバー、混合水洗、クレンジング洗顔、化粧水、乳液、サーモスタット、混合水洗、シャワー、切り替え付き、ハンドシャワー、手すり、ポンプ式シャンプーコンディショナー、シャワーカーテン、曲線、狭い部屋にはちょっとうるさい立派なエアコン、ミラーリング対応テレビ。当ホテルははとバス直営。マグネット式清掃お願いの表示。フロア、廊下に貸し出し用スタンド、アイロン、バゲージラック、ズボンプレッサー、ヘルスメーターなど。夕食、萌木クリア。1階のレストラン、萌木クリア。広くはないけど、宿泊者以外も利用できるおしゃれなレストラン。銀座とは思えないお値段。食事やおつまみもリーズナブル。本格派、ジュラ全自動コーヒーマシン。大阪で焙煎一筋60年の山本コーヒー館の豆使用。部屋にはなかった香り高いコーヒーが飲める。単品でも350円。お湯と煎茶、紅茶のティーバッグもあり。オープンキッチン、前菜3種盛り来ました。ステイン産生ハム、ハモンセラーノ、ピンチョス、クロスティーニ、スカブ、美味しそう。サラミ、
ーチーズやベーコン、オリーブ。一口では無理。生ハム、ピーマン、美味しい。オニオングラタンスープ、熱々が特徴だけど本当に熱々。ちょっと味濃いめの美味しいスープ。レンズも曇る熱々。お魚料理、舌ビラメ、ベーコン巻きソテー、旬の野菜添えきました。ベーコン巻きなのでしっかりした切りごたえ。中はこんな感じ。あっさり舌ビラメにしっかり系クリームソースが合う。美味しい。エビ風味クリーム、本当に美味しい。メインディッシュの黒毛和牛のロース来ました。白米か五穀米、パンから選ぶ式。3分の1脂身ちょっと気になるけど、量が少なめだいぶ気になるけど、柔らかくて和牛の香りも美味しい。付け合わせのさつまいもも美味しかった。でもやっぱりお肉はもっと欲しいぞ。デザートのフォンダンショコラバニラアイス添え来ました。おいしそう。これで分かったね、メニューにある5000円のコースってこと。しかも期間限定でこのプランのためのメニューってことが見え隠れ。プラン名に6500円相当の夕食とあったけど、ここでそんなに食べたらすごいよ。飲み放題食べ放題だと思う。生クリームで箸休め。おいしい。ごちそうさまでした。満足です。ぜひまた来たいお店になりました。朝食あかねクリア。道路を渡って銀座キャピタルホテルあかね1階のレストランあかねクリア。和食中心でランチも人気なようです。ドリンクバー200円。8時過ぎ頃混みましたが、待つ人がなく手際の良さがすごかったです。朝食は前売り食券1100円、一般1320円。一人用カウンターも充実のカジュアルな雰囲気。もちろん家族連れも多い。メニューはホットドッグ、和食、おかゆ膳の3種類。ドリンクバー、氷、水、トマトジュース、野菜生活、ビタミン C、ポリフェノール、牛乳、アイスコーヒー、塩、コショウ、オリーブオイル、リプトンの紅茶、ハーブティー、 BPL セイロンティー、ガーデンズ、煎茶。こっちにもあってよかった。本格派ジュラ全自動コーヒーマシン。しかも持ち帰りカップあり。すごい速さで和食来ました。とにかくあまりの速さに驚く。塩鮭とサワラ最強漬け、卵だしなし、昆布、佃煮、金時豆、大根おろし、ネギ、明太子、浅漬け、きんぴら、がんもどき、ふき、新じょう、いんげん、ご飯、味噌汁。ホットドッグも速攻できました。迫力あるホットドッグ。オムレツ、デミグラスソース、サラダ、ヨーグルト、野菜入りコンソメスープ。残念ながらあまりホットではない。でも美味しいよ。久しぶりにクワトロではないオムレツ。でも美味しいよ。鮭と西京漬けも普通に美味しいです。普通。がんもどき煮なんかもあって種類が多い。ご飯のお供でご飯が進む。絶対におかわりはしないぞ。ごちそうさまでした。充実した朝食でした。チェックアウトは10時、エレベーターは混んだけどスムーズに終了。築地散歩行くわよ。築地散策。ホテルを出て左へ築地駅。初めて来た。多分築地といえば築地本願寺。築地本願寺は浄土真宗本願寺派のお寺で、京都の本願寺、西本願寺が本山です。1923年関東大震災に伴う火災で焼失、1934年に再建されたものだそうです。インドなどアジアの古代仏教建築を模した外観や本堂入り口のステンドグラス、数多くの
の動物の彫刻などが特徴で、シルクロードを伝わる仏教連代のルーツが表現されているそうです。なるほど動物、なるほど。本堂入り口のステンドグラス、なるほど。一方で内観においては伝統的な真宗寺院の作りとなっているそうです。本堂内の参拝スペースが広く、中央正面に本尊阿弥陀如来が安置されています。金色に吸い込まれるような厳かな雰囲気です。宗派の伝道を行った親鸞聖人像、そして築地といえば築地場外市場。まだ午前中なのにすごい人、そして外国語も飛び交う。日本でもなかなか得難い雰囲気を海外の方々も楽しんでいただけたら嬉しいですね。英語が飛び交い、飛ぶように売れるマグロ、お魚ぶらり、セミエビ、伊勢エビ、車が通るのは一苦労、パトロールカーよりスリに注意。お会計です。支援をとことん生かして丸得。今日はこんなところです。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ、また来てね。応援をお願いします。